十両そして新十両のメンバーが顔が揃っています。その中で千斗龍ですが、実はこの千斗龍は平成7年の初場所以来、26場所かかって十両復帰を果たしました。昭和以降では3番目に時間のかかった復帰ということになります。まあ、番付を幕下の40枚目まで落ちたことがあります。まあ、ふるさとのセントルイスに、アメリカのセントルイスにちなんでつけたセントリューというしこ名も、十両復帰までは使わないと師匠の友綱親方と約束していました。幕下では海心山という名前で取っていました。その師匠との約束通り十両に復帰して、ふるさとにちなんだしこ名セントリューというしこ名に戻しました。そのセントリューには場所前にインタビューができましたので、その模様をお聞きください。まあ、今までの怪我とか辛いところいっぱいあったんで、やっと戻ったらすごいものすごい嬉しいですけど、はい、とりあえず8番でそこから一つ一つ白星を稼いで2桁狙おうという感じ、頑張ります。そのセントリューですけれども、まあ、これまで苦労しただけに、まあ、今場所は何としてもこの勝ち越しというところがね、上がってきましたね。そうですね、かなり大きな怪我も経験してますしね、はい、頑張ったと思いますね、はい。まあ、そのセントリューの話を聞いてもらいましたが、北桜、早手海という最重量2人組、その北桜も今回が3回目の、まあ、重量番付を上げたという形になります。そして13枚目の早手海ですが、早手海は初場所に6勝1敗という好成績だったんですが、その6勝目を挙げた7日目に、まあ、右の膝を痛めまして怪我をしまして、そのまま休場ということで、その時の診断が全治4ヶ月だったんですけれどもね、あっという間に戻ってきました。大きな怪我だったんですね、はい。まあ、この5人の新しい十両の力もまた今場所一つ注目です。